沖縄着きましたね。着きました。ここで、はい、どこに行きましたか、ここ。え、これマンコ公園じゃないですか。あれ、マンコ公園。マンコ公園ですよね。いやいや、マン公園じゃなくてですか。マンコがある。あ、マンコ、マン公園じゃないですか。見えるんですか。周りってめちゃめちゃこんな掘り茂ってるんですか。これ栗ですか。栗ですか。栗ですか。栗っぽいですね、これ。栗ですかね。栗ですかね、これ。落ちてます。めちゃくちゃ落ちてます。マンコ。マンコ。マンコの周りってこんなやっぱちょっとね。牛がいます。あ、牛が。牛です。で、大丈夫な牛ですか。大丈夫ですか。危ないです、これ。え、危ない。病気が、病気持ってたりしますか。だいぶ持ってますね。お薬必要ですか。お薬を用意しましょう。太陽光。太陽光。この辺っていつ頃買ったりするんですか。これはね、はい、大体2日に1回は。あ、買うんですね。でもすぐ毛量が多い。そうですね。でもちょっと湿ってますね。湿ってますね。やっぱマンコの周りはやっぱ湿ってます。湿ってます。はい。やっぱこういうとこかき分けるのが好きな感じで。もうダメなんですか。湿ですね。これこれこれ何ですか。スペース。え？スペース。言いました。何ですか。何ですか。大城さんが言ってました。見てくださいよ、あれマンコです。あれがマンコです。あ、いいですね。今日は綺麗なマンコ。今日の匂いは、あ、ちょっとかぐわしいですね。かぐわしい、はい。あ、ここかき分けてくれたんです。これジメジメジメしますけど、皆さん、マンコって好きなんですか。大好物。大好物。住みついてる方もいらっしゃいます。あ、なるほど。住みついてるんですね。ここがマンコです。